はい、プレボールどうも野球人です。広島ドラフト指名選手紹介ということでございまして、広島が指名した試合が7選手ですね。どういう選手かというところ、プロフィール、成績等ですね、しっかりと見ていきたいと思いますので、それではご覧ください。どうぞ。はい。ではまずドラフト1位指名ですね。斉藤裕太選手、苫小牧中央高校。出身地は北海道。2004年5月27日生まれ、18歳。189センチ、90キロポジションはピッチャーで、右投げ左打ちの選手です。マックスが151キロ、球種はスライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークボールを投げます。スカウト評価見ていきましょう。次世代のエースになるだろうという素材型の選手を中心に行こうということになりました。カープに合う投手ではないか、イメージとしては1年はじっくり鍛えて投手として育てながらということですね。はい。まあ、斉藤選手に関してはですね、広島が1位指名公言しておりました。被ることなくですね、単独指名ができたわけなんですけど、そうですね。やっぱ来新監督になるというところで、素材型のね、選手を中心に行こうと。以前はですね、特に春先に関しては、1位ですね、即戦力で行くんじゃないかみたいなね、ところもスカウト陣から話出ていましたが、結局ね、高校生、総大型の選手に行くというところになりました。で、成績見ていくとですね、通算成績が、判明分のみですが、14試合で 100.2 イニング、防御率 2.68、奪三振率 9.83、四死球率 3.40 という成績でございます。はい。しっかりね、北海道で、結果残しておりますし、三振も取れると、四死球率もね、抜群にいいわけではないんですけど、破綻はしておりませんので、しっかりとね、ある程度コントロールはできているのかなっていうふうには思います。何よりね、体格っていうのも190センチ近くありますし、投げてる球っていうのもですね、素晴らしいものがあると、まだまだ荒削りではあるんですけれども、5から6年後をですね、しっかりと見据えた指名になったのかなっていうふうには思いますね。出てくるとしたらですね、もう少し早いんでしょうけれども、育ち切るっていうイメージではですね、やっぱこのぐらいにはなってくるのかな、24歳ぐらいにですね、エース確認っていうところかなというふうに思います。将来のカープのエース候補として獲得いたしましたので、じっくりね、育ててほしいなというふうには感じますが。はい。では続いて見ていきましょう。はい。続いてドラフト2位指名、内田正大選手、利根商業高校。出身地は長野県。2004年9月22日生まれ、18歳。183センチ、90キロポジションはピッチャーとファーストを兼任しております。右投げ右打ちの選手です。マックスが投げては149キロ。球種スライダーカーブフォークボールを投げるですね。剛腕ということでございます。さらにバッターとしてもですね、高校通算36本塁打、50メートル6秒3、遠投120メートルと。選手はやっぱスラッガータイプということで、投打ともにですね、注目の選手でございました。ただですね、めちゃくちゃ評価高かったかというと、そういうことではなくですね、ドラフト界隈の中だとですね、いい選手いるよね。この選手そこまで名前聞かないけど、実は評価高いんじゃないのみたいなね、話が出ていたかなっていうところだったんですけど、蓋を開けてみればですね、ドラフト2位指名、しかも広島のね、2位指名、ウェーバーかなりですね、前のところになりますので、めちゃくちゃ評価高かったというところでございます。でも広島が好きそうな選手だなっていうふうには思いますが、で、スカウト評価を見ていくと、パンチ力がある三塁外野として挑戦してほしいということで、一応ですね、ピッチャーもやっていたんですけど、広島的には、バッターとしての評価というところでしょうね。はい。そうですね、これは結構言われてて、打者としての評価の方が高いんじゃないかというところ、実際これはそうだったと。で、実際ね、今年の夏の成績見ていくと、群馬県大会は2試合で 2.2 イニング、防御率 0.00。打者としてはですね、4試合で4割3分8厘7安打2ホーマー。オーベース 1.438 ということで。こう見ると、やっぱね、打者としての魅力っていうのがすごいある選手なのかなっていうふうには思いますし、広島がね、打者として育てたいっていうのは当然かなっていうふうな気がいたしますが、ただ一方で、内田選手に関しては、自身は二刀流を希望しているということなんですね。やりたいっていうね、思いはあるのかなっていうふうに思います。なかなかね、自分の意思だけではなく、球団のですね、意思と合致しなければ難しい二刀流ではあるんですけれども、内田選手自身はそういうね、気持ちを持っているみたいでございます。去年も田村選手がですね、どっちもやりたいみたいなことを言っておりましたが、結局打者になったところを見るとですね、打者に専念するんじゃないかなっていうふうには感じますが、ここはどうなるのかというところではないでしょうか。では続いて見ていきましょう。続いてドラフト3位指名は増田武久選手、東京ガスですね。出身地は福岡県。1998年10月6日生まれ、24歳。175センチ、85キロポジションピッチャーで右投げ、右打ちの選手でございます。マックスが153キロ。球種スライダー、カット、カーブ、チェンジアップ、フォーク、ツーシームなどを投げる選手でございます。はい。
増田選手ですね、ドラフト1位候補として言われていた選手でございまして、社会人屈指のですね、まあ先発というところになっております。ただですね、まあドラフト3位ということになりました。社会人の選手、吉村選手が1位だったんですけど、それ以外の選手がですね、まあどんどん2位で指名されていく中、まあ増田選手は結局3位ということでございました。まあまんまね、去年の広畑選手と、似たようなパターンだったのかなっていうふうには感じますが、で見ていくとですね、スカウト評価は力強いストレートと鋭く曲がるカットボールが魅力の投手、気持ちが強く向かっていく姿勢も素晴らしいということですね。まあ、しっかりとね、高評価されているのかなというふうに思います。で見ていくと成績はですね、今季の成績、社会人で9試合で 35.2 イニング、防御率 2.27、 奪三振率 6.31、 四死球率 1.77 という成績でございます。はい、まあ安定感のある数字が残っております。四死球率が低いと、コントロールはね本当にいい選手ですし、ストレートの回転数、スピン量っていうのもですね、まあ素晴らしいものを持っていると。ただね、まあ彼のウィークポイントとしては先発だと三振が取れないっていうところはあるんですよね。まあそこのね、課題があって、またフライボールピッチャーっていうところもありまして、まあ敬遠した球団っていうのが出たのかなというふうに思います。ただね、実力で言うと、まあしっかりとしたものを持っておりますし、まあ先発リリーフどちらもねできる選手というところになりますので、まあ非常にね広島からすれば、まあ、選択肢の多い選手かなっていうふうに思います。1年目から先発を任せるもよし、手薄のリリーフ陣をですね整備するのに使うのもよしですね。まあ本当にね、いい選手がドラフト3位という順位で取れたんではないでしょうか。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いてドラフト4位指名は清水かなと選手、県大高崎高校ですね。出身地は群馬県、2004年7月6日生まれ、18歳、175センチ、82キロ、ポジションはキャッチャーで右投げ左打ちの選手でございます。高校通算は25ホーマー、50メートル、6秒7と110メートル、二塁送球タイム1秒77ということで、まあ強肩のですね、キャッチャーでございます。選手タイプは中距離タイプですね。まあしっかりとですね、打てる能力が高い選手ということでございます。はい。まあ清水選手ね、高校生の中だと評価高い選手だったかなっていうふうに思いますし、まあこのくらいのね、順位で呼ばれるのも納得かなという感じはいたしますが、で、スカート評価見ていくと、地肩の強さ、スローイングがいい選手、広角に打てる選手ということですね。ということで、やっぱね、まあ肩の強さっていうのは評価していると、で、まあバッティングもね、しっかりとスカウトは見ていたということでございますが、で、成績見ていくとですね、2022年夏大会の成績は5試合で4割7分1厘、17打数8安打、2ホーマー、OPS 1.453 ということで、まあやっぱね、打撃の能力はかなり高い選手かなっていうふうには感じますし、こう広島がですね、やっぱ育成得意そうな打撃型捕手かなっていうふうに思います。まあ坂倉選手もそうなんですけど、こう多くですね、打撃型キャッチャーを抱えている広島、またね、こう同じような選手っていうところをまあ取ってきて、まあ育て上げてくれるのかなっていう部分は楽しみかなっていうふうに思います。で、一方でまあ足がね、やっぱそこまで速くないので、コンバートとなればかなり限定的になりそうな感じはするので、まあこう基本はですね、キャッチャーとして育ってくれればなというところなのかなっていうふうには思いますが、まあこの清水選手、広島はどうやって育て上げてくれるのか非常に楽しみでございますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いてドラフト5位指名は川野圭選手、大阪ガス。出身地は兵庫県、2001年8月23日まで21歳、176センチ、80キロポジション、ピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。マックスが151キロ、球種はスライダー、カット、カーブ、チェンジアップ、フォークなどを投げます。はい。で、カノン選手がドラフト5位指名ということで、まあ、社会人で、まあ、屈指の、右ピッチャーというところで、まあ、3位で増田選手取ったんですけど、ここでもね、社会人のピッチャー取ってきました。ただ、高卒社会人ということで、非常に若い選手でもあるんですけれども、まあ、今年の春先ぐらいはですね、ドラフト1位候補とも言われていた選手なんですが、ちょっとね、年対抗くらいで状態を落としつつというところで、まあ、最後の最後にこう、上がってきたんですが、まあ、ちょっとね、こう、ブーストかけるのが遅かったかなというところにもなって、まあ、5位で指名ということになります。はい、でスカート評価も見ていきましょう。昨年社会人投手部門3冠に輝く実績を持つ、今年は調子を崩すも、ストレートのキレ、コントロール、カットボールは健在ということですね。はい。まあそうですね。やっぱ社会人時代、まあ川野選手ね、まあ去年がものすごく良かったっていうところもあるんですけれども、まあね、今年状態を落ちてきて、というところで指名となりました。で、成績見ていくとですね、今年は9試合で 48.0 イニング、防御率 2.25、奪三振率 7.13、四死球率 2.25 ということで、まあこう見るとめちゃくちゃ悪いわけではないですよね。まあある程度こう安定感のあるピッチングっていうのができているのかなっていうふうには感じるんですけど、まあこういっときのですね、無双状態っていうわけではなかったのかなというふうには感じますので、まあそういうところもあってね、まあここまで残っていたのかなというふうには感じますが、まあただ正直この順位ならですね、まあ増田選手と同様にかなり美味しいんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあまあドラ1候補と呼ばれていたですね、社会人のピッチャー2人をですね、まあ3位5位という
というところで取れましたので、まあ、しかもね、まあ、1位2位でしっかりと素材型の選手取れてっていうところなんで、まあ、バランス的には最高なのかなというふうには思いますが、はい、では続いていきましょう。はい、続いては、ドラフト6位指名、長谷部銀次選手ですね。トヨタ自動車。出身地は愛知県。1998年7月29日生まれ、24歳。184センチ85キロポジションはピッチャーで、左投げ左打ちの選手でございます。はい、で長谷部選手はですね、マックス149キロを吸収、スライダー、カット、カーブ、フォークボールを投げるですね、選手でございます。長身を生かした角度のあるストレートを投げる投手というね、スカウト評価でございまして、大学でも実績っていうのは、まあ、怪我とかもあって、まあ、あまりない選手だったんですけど、で、見ていくと、今季はですね、9試合で 20.1 イニング、防御率 4.43、奪三振率 8.41、四死球率 5.31 ということで、まあ、ちょっとね、防御率は良くないですし、四死球率も高いというところになっておりますが、まあ、こういうね、左のパワータイプのピッチャーっていうのは、広島そんなにね、いないかなっていうふうには思います。まあ、特に左のリリーバーっていうのは結構手薄かなっていうふうには思います。まあ、森浦選手こそですね50試合以上投げているんですけど、まあそこよりですね下のところがこう苦しんだ気はいたしますね。まあなのでしっかりとですね、まあ、森浦選手またターリーかなに次ぐですね、まあ、位置に入ってくれればなというところ、ここね森浦選手ともタイプは違いますし、こう差別化はできる感じはいたしますが、まあどうなるんでしょうかと。はい、では続いて見ていきましょう。はい、では最後ですね、ドラフト7位指名、久保修選手、大阪観光大ですね。出身地は大阪、2000年9月29日まで22歳。180センチ80キロポジションは外野右投げ右打ちの選手です。高校通算9本塁打、大学リーグ通算7本塁打、50メートル5秒9円と120メートルを誇るですね、アスリートタイプの選手でございます。はい。で、久保選手、大阪観光大学ですね。まあ、あまり聞き慣れない学校かなっていうふうに思うんですけれども、まあ、関西のですね、まあ、ちょっとね、こう、地方のリーグでございまして、関西の大学リーグの中でもですね、そこまでレベルの高くないリーグなんですよね。まあ、その大阪観光大学、プロを出したのもこの久保選手が初めてというところでございますが、で、スカウト評価は、俊足強肩の将来性豊かな外野手、打撃も伸びしろ多く、身体能力が非常に高いということですね。で、まあ、ほんと身体能力高くて、センター守れて、っていうところで、まあこう関西の陽大館みたいなね、触れ込みがありまして、で特にですね久保選手結構注目されてましたね。今年はまあ右のですね外野手っていうのがちょっとね大学生で少ないんじゃないかっていうふうにも言われておりまして、まあ森下翔太選手、萩尾選手らがですね、まあちょっと抜けた存在で、その下に次ぐですね選手っていうのがこの久保選手とかになったのかなっていうふうに思います。まあ結構そういう意味では阪神巨人とかも注目していた選手なんですけど、ただ阪神は森下選手、巨人はですね浅野選手と萩尾選手をしっかりと獲得できたので、まあ、ここまで残っていて、結局ね広島も注目しておりましたので、まあ、そこをね、ここまで取っていなかった広島っていうのが最後の最後7位でですね残っているから取りに行ったっていう感じなのかなっていうふうには感じます。はい、でリーグの通算ですね、一部では24試合で3割1分5厘、89打数の28安打3ホーマー、 OPS 0.951 ということで、まあ、地方リーグなんですがしっかりと成績残してまして、で2部でもですね39試合3割1分5厘、 OPS 0.871 ということで、まあ、成績を残している選手ということでございます。はい、でまあやっぱね補強ポイントの右の外野手というところですよね。まあ今年はですね、まあ即戦力で取らないのかなっていうふうには思っておりました。まあ内田選手もね引きましたし、まあまあただですね最後の最後で7位で行ったというところになりましたので、まあリーグっていうのはですね地方にはなってしまうんですが、まあ彼が活躍することによってですねまたいろいろ変わってきそうでございますので、非常に楽しみでございます。はい、ということで以上7選手最後ねまとめて終わりましょう。はい、というわけでまとめていきましょう。1位がですね斉藤優太選手、2位が内田選手、3位が増田選手、4位が清水かなと選手、5位が川野圭選手、6位が長谷部選手、7位が久保修選手ということで、計7選手ですねしっかり取りました。まあ広島ねこのところ割とドラフトっていうのは多く取るイメージでございますし、まあ育成もね、取ったというところで、まあね、まあ個人的には悪くはないんじゃないかなっていう気はいたしますが、まあただね広島のこうドラフト評価みたいなところ割れてるところがあって、こう方針がブレているんじゃないかみたいなね、まあまあ1位2位で高校生行って、あとはね結構、即戦力中心だったみたいなところもあればですね、こういい選手をしっかり低い順位で取れているので評価高いっていうところもあったので、まあ難しいところではなるんですけれども、まあね単純に楽しみなメンツではあるかなっていうふうにはまあまあ率直には思いましたし、まあこう広島っぽい選手っていうのもですね割と取れたんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ1年目ですね新井新監督になってどういう風にですね彼らが、まあ、育っていくのか、即戦力でいくのかというところ、
まあ来シーズンですね、期待したいなというところではありますが。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。